東選手権大会準備出場いたしました女子団体型日本代表チームでございます。本日レビューいたしますグループ型と団体型についてご紹介させていただきます。グループ型の花は猛獣流の代表的な花で、大使を使用した工房が多く、猫のような素早い動きから練りのある動きに回る回避の動作が特徴です。線や胴へのスムーズな変化が求められます。競技としての団体型は各人の力量が強化されることは当然ですが、さらに重要なことは3名の一致性が要求されます。いかに揃って技が使われているか、3名のバランスが守れていくか評価されます。肌の分解では実際の方法がスピード、パワー、タイミング等において無理なく使われているかご覧ください。
この上乗るでもそう。Hey.